か。あ、釣りしよう。もうダメだ。Thank you.
ですね、オビジジャパンの光です。ちょっと MC をねさせていただきます。続きましてですね、日本ではなかなか見られない、日本だけでもないと思うんですけど、親子3世代現役でねダンスをしてくれます。大丈夫かな。次の曲はですね、タッシャンドラムを叩きながら速いリズムで、踊るリズムになるんですけど、ガッテンという曲になります。ではお願いします。
すごいですね。という曲が、続いての曲はですね、代表である、ひろい先生ですね。でも先生でもレミナ先生が作曲されました、ポイマイカミカプテルという、ね、曲になります。ポリネシアントライアングルなので、ね、聖地や神々の宿、豊かな大地や海、広がる大空を表現した歌を、ボーカル初チャレンジの、右隣ですね、ボーカル見て右隣、ちょっと見えるかわかんないですけど、あーくんが歌いますね、ボーカリストですね、応援お願いします。それではお楽しみください。ホイマイタフタフ、
ありがとうございました。あとですね、続いての曲は、ギタリストである、ジロですね、作詞作曲しました曲です。この曲はですね、南国のテイストを取り入れですね、三味線を今ちょっとチューニングしてますけれども、入れたりいろんな新しい調整を加えた曲ですね。なかなかこういう、作詞作曲でやってるチームも少なくないので、ぜひその辺も踏まえてですね、素敵な曲だと思いますので聴いてください。
検索しますと、出てくるかと思います。それですね、皆さんよかったらねチャンネル登録をしてほしいなと思います。今下の方にもですねチラシが貼ってあると思うんですけど、そちらからこう QR コードを拾っていただくと、スムーズにチャンネル登録ができちゃったりもするんじゃないかなと思います。次の曲は何ですか。小さな子がメンバーですね。卵から生まれて砂をかき分け海に向かう途中、さまざまな試練をくぐり抜け、そして大きな山に家族に再会するというタヒチから古くから伝わるトラディショナルな物語があります。それを歌にしたものです。それではお楽しみください。ホヌイティエ。
今、右斜め上に右手も左手も刺されていると思うんですけど、これを一気にですね、左側に4、ここから4で、次5、6、7でこの左手だけを仕事します。5、6、7、空を刺します。最初からやってみましょう。1、2、3、4、5、6、7で、今左手空刺しているんですけれども、右手も追いかけます。8で、次の1でまた元の場所に戻しています。ここからこういってまたここに戻っています。ここ、ここ、ここで、胸の前に戻ってきたら今度は右手を前に出します。さっき左手に右手がついてたんですけど、今度は右手に左手がついています。で、合わせたらくるっと、そうするとここに太陽が出てきます。あ、太陽が出てきます。そしたら自分の胸の方向に寄せていきます。この手を合わせたまま、だから右手が左手触って、左手右手触ったまま太陽出たら戻してきて、この後手のひらを90度ずつ曲げて四角を作ります。これが船、船ですね。で、右手が上の今船です。今度は反対の左手が上の船、右上、左上、右上、左上右上、左上で、この後両手をパッと横に開いて終わりです。風がいろんな方向から吹いてきて、空と地平線を結んだところに太陽が出て、そこを目指して船が進んでいくよっていう風になります。では、そしたら日本の子たちは前に見たもの、僕ちょっと背中向きになりますのでやってみましょう。5678 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8。どうですかこの短時間ではね、なかなか難しいですし、本気でドーンってやると横の人がね危ないんで、もう雰囲気だけで大丈夫ですね。雰囲気だけ僕らとシンクロしてもらえれば大丈夫ですね。この後曲で僕たち踊りますので、ここでハンドモーションですよっていうところをお知らせしますので、できるだけで結構ですのでやってみてください。それではお楽しみください。ミノザウェイです。
ジャパンですね、このドラミングチームの名前になるんですけれども、コミリっていうのはですね、名前ですとワイルドとかケシコですとか、ワイルドとかそういう野生的なね、そういう意味があります。コミリジャパンでも、実はメンバーもね、たくさん募集しているので、初心者クラスでは月曜日7時から、タッシュアンドラムチャレンジして、ぜひ気軽に、代表室に声をかけてください。続いてはオテアバホという曲で、代表が、タッシーデンリヒ直接振り付けを伝授されたと、他では見ることができない、タッシーアダンスであります。とても速いドラムに、私たちも今回初チャレンジをしていました。踊りもとても速いのでお見逃しなく、それではお楽しみください。オテアバホ。
ありがとうございました。どうです皆さん、やっぱりね、ドリンク一杯だと酔っ払わないですね。タッシュ語だと酔っ払いとかそういう言葉がありましてですね、トゥータペルペルって言うんですけど、トゥータペルペルですかって言われてもね、酔っ払ってるように見えないんですよね。英語で言うとキチンドランカーとかだな。まあここはですね、お酒も飲める場所なんで、後で、ランボレさんでですね、飲んだり食べたりすることが、できると思います。かなり安くね、召し上がることができるので、よかったら、後で頼んでみてください。次の曲はですね、映画モアナで、有名な曲ですね、まあ、ディズニーの曲でもあるんですけど、ロゴテパテという曲ですね。これまで、僕たちのショーでですね、いつも皆さんと、踊ったっていう、もしかしたら知ってる曲もあるかもしれないですけどね、踊っている曲になります。振り付けの分かる方はですね、ぜひ一緒に、サビ部分ですね、踊ってみてください。体を温め、足拍子、手拍子ね、皆さんよろしくお願いします。それではお楽しみください。ロボテパテ、知ってた人手を挙げてみてください。あ、
ディズニーではモアナのですね、タッシュの、曲にはなってますね。次の曲はですね、これからの季節にぴったりな、曲だと思います。今日もね、すごい暑いじゃないですか、熱中症とかね、ならないようにですね、そんな曲になってます。皆さんも知ってると思いますね、サザンオールスターズで、名曲でもあります真夏の果実ですね、それを生演奏で聴けちゃうわけですね、もし知ってる方いればね、歌いながらぜひ見てください。
ました。次の曲はですね、みんな違ってですね、みんな素晴らしいというハッピーの曲ですね。リズムもアップテンポですので、皆さんちょっともうちょっと温まりたいでしょ。お酒がいっぱい飲みたいでしょ。十分暑い。暑い、ね。よかったら一緒にね、踊ってみたりしてみてください。そして手拍子もください。
ではですね、オビリジャパン、こういう演奏チームなんですけれども、あ、ちょっと今日はメンバー紹介なんかしちゃってもいいですか？ではですね、僕、皆さん見えます？僕から見て、右側からちょっとご紹介していきたいと思います。先ほどね、歌歌ったり、ウクレレ弾いたり、たまにはギター、そして、タッシャンドラムですね、いつも叩いてくださいます。名前が、タクミいや、温かい手拍子、そして強制的な手拍子ですが、ありがとうございます。そしてその隣ですね、はい、先ほど、ボーカルですね、本日初めて歌を歌いました。いつもね、タッシャントイレを、叩いてます。タッシャンドラマー、アツシー。最速のアツシのスティックちょっとやって。たまには最速よ。まあ、ハワイとかそういったところで伝統の楽器でもあって、ま
せっかくなんでね、ちょっと鼻で吹けるからやってみようかなと。じゃあ、ここyou
んですけどね、あっという間に過ぎちゃった気がします。さあ最後に、ね、記念に一緒に写真撮りたい方、順番にこっちから、ね、出てきて写真撮りましょう。ありがとうございました。晴れずイケメンで挟んでる。あ、俺か。